ティモシー・ミハエル・クルルは、オランダ・デンハーグ出身のサッカー選手。ノリッジシティ FC 所属。オランダ代表。ポジションはゴールキーパー。PK ストップの名手である。1996年に地元のクラブであるADデンハーグのユースに入団。2005年にイングランドのニューカッスルユナイテッド FC へ3年契約で移籍。2006年7月29日の PSV、アイントホーフェンとのプレシーズンマッチでトップチームデビューを飾ると11月2日、UEFA カップ、US チタ・ディ・パレルモ戦で公式戦初出場を果たし、無失点に抑える活躍を見せ、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。しかしこの試合のウォームアップ中に負った怪我が悪化して、手術をすることとなり、6ヶ月の間離脱することとなった。シーズン後の2007年6月12日に新たに4年契約を結んだ。2007年8月3日に、スコットランドのフォルカーク FC へ半年間の期限付きで移籍することが発表された。その日、クルルは早速、グレトナ FC 戦に出場し、無失点に抑え、スコットランドでのデビューを飾った。計26試合に出場したもののセルティック FC 戦では4点、グラスゴーレンジャーズ戦では7点を献上。スコティッシュカップのアバディーン FC 戦で肩を脱臼したこともあり、延長オプションは使用されずに、ニューカッスルに復帰し、また残りのシーズンも棒に振った。2008年11月21日には、ベン・アニックの後釜として、カーライルユナイテッドへ1ヶ月の期限付きで移籍。その後も1ヶ月期間が延長された。ニューカッスル復帰後は、スティーブ・ハーパーの控えとしてプレーしていたが、2009年8月8日の WBA 戦で、ハーパーの負傷により途中出場し、フットボールリーグチャンピオンシップ初出場を記録。この試合では途中出場ながら、好セーブを連発して、引き分けに貢献し、ガーディアンには素晴らしい控え GK と評された。このシーズンは、計9試合の出場に終わったもののニューカッスルの優勝とプレミアリーグ昇格に貢献し、シーズン後にはニューカッスルと新たに4年契約を結んだ。2010から11シーズンも、ハーパーの控えであったが、2010年9月18日のエバートン FC 戦で肩を負傷したハーパーに代わって途中出場し、プレミアリーグ初出場を果たすと、以降はレギュラーに定着しリーグ戦21試合に出場した。翌2011から12シーズンはハーパーから完全に定位置を奪い、正守護神としての地位を確立。全38試合にフル出場して、攻守を披露し、チームのゴール躍進とヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。2012から13シーズンよりハーパーに代わって、背番号1を与えられる。肘、足首、肩の脱臼などの怪我に苦しんだが、リーグ戦24試合に出場。ニューカッスル復帰後5シーズン目となる2013から14シーズンは故障もなく、シーズンを通じてゴールを守った。2015から16シーズンでも、正 GK として開幕戦から全試合にフル出場していたが、2015年10月12日の代表戦で、全十字靭帯断裂の怪我を負いシーズンを棒に振ることとなった。クルルを欠いたクラブは19位でのフィニッシュとなり2部降格となった。2016年8月25日、ヤスパー・シュレッセンの退団により後釜を探していた。アヤックスアムステルダムへ1年間のレンタルで移籍。しかしアンドレ・オナナが台頭したこともあって、リーグ戦の出場機会は訪れず、2017年1月31日に AG アルクマールへ再度レンタル移籍した。2017年9月1日、ブライトン&ホーブ・アルビオン FC にレンタル移籍し、9月20日に完全移籍したことが発表された。2018年7月24日、ノリッジシティ FC に2年契約で加入。2019年10月のマンチェスター U 戦では、マーカス・ラッシュフォード、アントニー・マルシャルの2本の PK をストップした。また FA カップ5回戦トッテナム戦でも、トロイ・パロとジェドソン・フェルナンデスの PK を止め、準々決勝進出に貢献した。2019から20シーズンは、シャルケからラルフ・フェールマンが加入したが、ポジションを譲らず守護神として出場し続けた。2005 FIFA U-17 世界選手権では、キャプテンとして全6試合に出場し、3位入賞に貢献。2006年、2008年のトゥーロン国際大会や UEFA U-21 欧州選手権2011にもレギュラーとして出場した。2011年6月4日のブラジルとの親善試合で負傷中だったセージー K のマールテン・ステケレンブルフに代わり、先発出場し A 代表デビュー。見事、無失点に抑えて勝利に貢献した。6月8日のウルグアイ戦でも好プレーを披露した。2014 FIFA ワールドカップでは控えキーパーとして登録メンバーに選出される。準々決勝のコスタリカ戦では延長後半アディショナルタイムにヤスパー・シレッセンとの交代でピッチに入ると PK 戦で2本のキックを止めてオランダのベスト4に貢献した。国際Aマッチ14試合0得点。ありがとうございます。